まずはこのパッキンをノズルに刺しましょうか。綺麗。いいじゃんいいじゃん。あ、完璧だねこれ。うん、綺麗に入りました。本当だ。はい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 。あ、でもマジぴったりだなこれ。すげえ。よし。おお、ノコギリなんだね。そうなんだ。おお、結構パワーあんじゃんこのカッター。あー、すげえ、これちゃんと切れるわ。もうちょいで貫通するんじゃない？うん。さて、貫通。おお、できた。おお、切り口は？あ、結構綺麗に。本当だ。これを紙やすりで整えていきましょうか。スタンドペーパー、こんなの初めて買ったよマジで。あ、いいんじゃん、それぐらいで。すごいじゃん、高橋名人みたいな。お、すげえ、粗いとやっぱ。ほう、ツルツルじゃん。うん、バリ取りできたね。すげえなこれ。そう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 、こういうテープあるんだな。そうそう、綺麗に巻きましたね、うん、これは綺麗に押し込むと挿入。こんだけギチギチだったら漏れないね、うん、灯油も。あ、めちゃくちゃ硬いこれ。面白いあ、そんなにパワー必要なんだ。いいんじゃないですか。おお、お、すごい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 。綺麗だ。ね。おお、完璧。おお、いいね。シンデレラフィットってやつですね。これはこれぐらいじゃないですか。まずまずそれ。こっち細い方からいきますか。はい。おお。そうそう。おお、開いたね。お、しかも結構綺麗に開いた。なんか広がってきてるよ。うん。これがこっちか。3.5 入ってるじゃん。多分。あ、開きました。反対側にして、おえワインみたいな感じですね。これレベル高、なんか傷がついた。いっぱい傷ついて、周りに傷がついた。あ、いいじゃないですか、完璧っすよこれ。はいほら、おー、すごい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 。あ、これは開くわ。貫通させんなよ。あ、貫通させちゃった。やべやべ、やっぱり失敗するこれ。貫通させたらダメやん。床に穴開いてるし。あっち。床。すごいじゃん、もうドリルマスターになってるじゃん。あ、開いた開いた開いた。よし。完璧に通気口できてるね。あ、いったかも。おお、ちゃんと空気抜けてる。よっしゃ、見えるもん、ここから穴が。おお、いいね。これで空気が抜けると。なかなかこれはハードコアですね。完成。空気抜けない状態だと、うん、だんだんほら先細っちゃった。はい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 。あ、全然出ないんだね。こういう感じです、はいはい、おお、あ、すごいね。おお、おお、全然違う空気穴があると、うん、止まんないもん。すごい、カスタム完成ですね。完成です。やりました、ありがとうございます。いや、すごいわこれ。
空気穴の効果すごいっていうのは分かった。